こんにちは、月島です。今日はみんな大好きなココミを袋にしようと思います。まずココオール。ココミは久留米近辺にあるフリーペーパーですね。反対モール。とても面白い記事が載ってる、クオリティの高いフリペです。折って重なったところをのり付けします。靴ができます。画角が見にくいので、上を向けます。棒の一族。靴を大体3等分に折ります。大体でいいです。もちろんですが、一冊全部じゃなくこっちキスを外して2枚使います。片方を軽く折って、靴の中に入れます。気になるシャツは、山田セットです。入りました。入れた部分をノリでくっつけます。ペーサーペーサー。この時の特集は石橋正二郎さんですね。乾いたら半分に折ります。何と言えばいいか難しい箇所ですが、片方ずつ三角に折ります。これが底になる部分ですね。こんな感じ。これでビニール袋を削減で SDG ですね。糊をつけて、4分の1くらい折ります。反対も同様に折ります。よく見かける紙袋の底です。乾くまで待ちましょう。乾くのを待ってる間に取っ手を作ります。別のページの半分くらいでいいかな。ここのプリマベラさん、いつもラテ貸してくれるのよね。ありがたいから宣伝しておこう。とりあえず取っ手は斜めにくるくる巻くだけです。ぐーるぐーるー。最後に糊をつけて固めます。ほどけたのでやり直し。久留米はなんとなくフリーペーパーの種類が多い気がします。二つ目を作ります。同じですね。新聞紙での作り方がウェブにあるので詳しい作り方は概要欄から見てみてね。できました。できたら真ん中から適当に折ります。こんな感じ。取っ手と袋のつなぎ目を作ります。一枚の半分の半分の半分くらいかな。このくらい。取っ手の先端と今の紙をつけます。糊をつけて、取っ手ごと折りたたみます。ペーサーペーサー。5月6日、オープン。何のお知らせだったんだろう。これを袋と合わせれば完成ですね。最初の袋部分です。いい感じです。取っ手に糊をつけます。袋の内側に貼ります。ベータベータ。両方貼ったら完成。乾いたかね。いい感じです。なんか暗いから、外で見てみよう。ちょうどロゴが前に来ていいですね。豆が売れたので、使ってみよう。どれどれ。ぴったりです。お買い上げありがとうございます。